えー、ジョー・バイデンさんがです、ねえー、アメリカ大統領選挙から撤退を表明されてカマラハリスさんを、えー、後継に指名されたということなんですがこれはどうなんですかね民主党の、えーまあ、レギュレーションとして、えー、バイデンさんにカマラさんをは、まあ、後継指名する権限があるのかどうかはちょっとわからないですよねだその。コンベンンベションが行われると思うんでですけどそこで まあ、ハリスさんが順当に指名されるかどうかというのはちょっとまだ分からないんだと思うんですけどもいずれにせよですね、ジョー・バイデンさん、そのステートメントを見ても、えー、そこに至るさまざまな,なんか模索とか見てても本当にいい方だなと思うんですよねあの。いろいろ欠点はあるかもしれないけども基本的にいい方だと思うんですよね。で対してトランプさんってのは、まあ 今回の,、ね、あの銃撃事件がありまして、それであの非常に、えー、トランプさんに対する評価が固まったんですけど、まあ、いい人というふうには言えないと思うんですね、非常にちょっとエキセントリックな人というか。 でどこの国でもちょっとエキセントリックな政治家があの人々の支持を集めるという現象が見えてきてるわけなんですね。これは日本でもそうですしイギリスなんかでもそうでしたしいわゆるポピュリストと呼ばれる方々ですよね。なぜこういうことが起こってるのかってことはすごく謎だと思うんですけど僕はやっぱりそれはある意味ではうーんソーシャルメディアの乗っ取りなんだと思うんですよね。それはいろんなところで起こっていてで、まあ、いわゆるバズるとか拡散されるとか。 えー、そういう形でそのソーシャルメディアが乗っ取られていていわゆる普通にいい人、えー、バランスが取れた何、えー、て言うんですかね、えー、ごく当たり前の人っていうのがメディアソーシャルメディアではバ,バズらないんでだからそういう、えーまあ、人は目立たなくなっちゃうっていうかその影響力が低下していくという傾向がどこの国でも見られると思うんですね。ですから今回のののののジョーバイデンさんの撤退というのはその普通の人の うん存在感ってことを逆に考えさせられるというかごく普通に、えー、なんかまっとうに公職で、えー、頑張ってごく普通にまっとうに、えー、撤退の決断をされたというこのごく普通ってことがあのかえって新鮮に思えるんですよね。あのまあトランプさんあの銃撃事件本当にお気の毒でよくあのねあの 無事にえー、無事というかまあ、耳はやられちゃいましたけど、えー、復活されたなぁとは思う。そこはいいとして、やっぱり復活後のトランプさんの言動を見てて、やっぱりえき、ー、れるというか、ちょっとドン引きするしかないわけで、やっぱ普通やっぱりちょっとんん、ちょっと困った人だなと思うんですよね。でも、それが真っ当な感覚であるってことを忘れがちな。現代ですよね。それは日本も同じところがあるかもしれない。だから。 僕はやっぱりソーシャルメディアのなんかそういう毒性っていうかトクシティ,ティっていうんですかねは気をつけなくちゃいけないなと。でごく普通の人だから僕は最近バズるとかそういうことに対して非常に警戒的なんですね。あのそれに価値がないいっていう なんか強く思うようになってきてるんですけどやっぱりごく普通のまっとうな生き方っていうのが別にこの世界の片隅のさまざまなところで行われてるわけじゃないですかこれを聞いてくださってる皆さんも多くの方はそうだと思うんですよねごくまっとうなごく普通のソーシャルメディアなんかでバズることが考えられないような生き方っていうか。 それは素敵なことなんだよねってことを改めて、えー、我々は考えるべきなんじゃないかな。そんなことをね、あのー、考えさせる、えー、バイデンさんの撤退だったなと思います。ということで、えー、今日のクオリエエッセイは、うん、別にメディアでバズらない、まっとうな生き方いいよねっていう、そういうことにもつながるのかな。えー、以上でございます。えー、もしよかったら、えー、これ、モイケンドノーラジオと同時配信してますので、えー、ボイシーのモイケンドノーラジオの方もご覧ください。